本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。小栗旬のオールナイトニッポン。さあさあさあ、今夜も始まりましたけれども、そうそう、ここね、最近ちょっと僕服のプロデュースっていうのをしまして、前々から僕の携帯サイトの方とかでグッズも一緒に作らせてもらっていたノーノっていうねブランドの方たちと、今回は全部トータルコーディネートっていうことで服を作らせてもらいまして、そのノーノっていうブランドはですね、休日と旅っていうことをテーマに洋服を作っているところなんですけど、そこにまあ僕が乗っかって、今回は小栗旬の提案する休日にのんびりと自転車で行ける旅っていうテーマでちょっと洋服を作りまして、その、まあ、要するに自転車、そのロードレーサーね、結構本気なバイクに乗るときに一番本当にいい靴スタイルっていうのは、ハーフパンツのスパッツにピタッとしたシャツ、背中に3つポケットがついているものにヘルメットっていうのが、やっぱり自転車、ああいう自転車を漕ぐときには間違いなく一番いいスタイルなんですよね。空気抵抗のこととか考えたり、持久性を考えたりした時には絶対そうなんだけども、やっぱりそれに対して抵抗がある人間も街乗りの時にはいるだろうということで、だとしたらなるべくそれに近く、それでいてファッション的にもうまく融合できる形じゃないだろうかっていうことをテーマに、デザイナーさんたちといろいろ考えながら作らせてもらったものがありまして、そちらの方はですね、そのノーノがやっておりますいう洋服、虹という会社の虹という洋服屋の、ショップのホームページの方でいろいろで見れるのと、まあ僕の携帯サイトの方でもチェックできるので、皆さんチェックして、今ちょっと先行予約中なのでゲットしてもらえたらと思っております。本当にね、結構いいものできたと思うので、そのテーマに沿った上で写真も見れます、見れるのでね、その辺ちょっと見て、まあでもやっぱり俺が着たい服っていうテーマなので、女性にはその手に入れにくいアイテムもいっぱいあると思うけども、なんかまあその中でいくつかね、 T シャツだったり小物なんていうものもねあるので、そのね、チェックしてもらえたらと思っております。まあ、そんな、さておき、最近先週のこの間放送した、皆さんガキの使いは 見たでしょうか。三谷幸喜さんがね、マジックアワーの宣伝でちょっと出てたんだけどね、サイレント図書館っていうコーナーで最高に面白かったんだよね。でその中でね、パンスト一本背負いっていうのがさあったんすよ。なんてくだらないんだろうと思ったんだけど、やっぱり面白いんだよね。だってただパンストかぶって一本背負いされるってだけなのに、人間の顔ってこんなにね、いろんな表現バリエーションがあるんだっていうぐらい、全ての時に顔が変わるんですよ。でね、今日できれば俺はそれをやりたいと、パンスト一本背負い、負けたら俺もやると。で三枝くんと今ここで一騎打ちをしてね、じゃんけんで負けた方がパンスト一本背負いっていうのをやりたいと。でもほら、ラジオのみんなはさ、ラジオの前のみんなはさ、わかんないでしょ。そこがまた面白い、いろんなことを想像させる機会になると思うんですよね、笑い方によって。このパンスト一本背負いはね、ぜひまあ、ラジオだから、そしてね、このテーマは、この先俺の中ではパンスト一本背負いのコーナーっていうのを作っていきたいんだけど、そのコーナーっていうのは毎回来たゲストを、それはね、パンストなんか被りたくない人山ほどいると思います。できれば。ビジュアルとしてもね、イメージとしても、そういうのがあると思うけど。でも、見るのは俺と三枝くんだけだから、ね。ラジオの前のみんなに伝わらないのは申し訳ないけど、でも、そのラジオの前のみんなも、すごく大好きな、あの人がパンストで一本背負いされてるなんて思ったらさ、すごく悲しくなるかもしれないけど、それは伝えられないけど、その臨場感だけは伝えられるっていうことが、このコーナーの面白さなんじゃないかと僕は思っております。試しにちょっとね、面白いか面白くないかチャレンジしてみたいと思ってます。いいですか、せーの、最初はグーじゃんけんぽい。あー負けたー負けたー
ということでね、小栗旬ここでパンスト一本背負いしたいと思います。あのね、皆さん臨場感だけお届けってことで、今パンストをね、僕はかぶりましたよ。さあ、誰が一本背負いしてくれるのかな。あ、よろしくお願いします。意外と今の時点でも面白いでしょ。どう、もう一人ね、今ここにあのうちの新しい付き人のね男の子が入ってきて、お前入って2週間で俺に一本背負いするつもりかっていうところですけど、いいですか。ん、はい、いいですか。え、いい、じゃあお願いします。これ首おかしくなるわ、まず。だけどこれおもろいっすね。今面白かったかな。皆さん今の臨場感が伝わったかどうか教えてください。それでね、これ以降はあのコーナーとなっていくかなっていかないかがわかるんですけど、うん、とりあえずね、この僕らのいるブースの向こう側、副長室って言うんだけど、そこに今日いろんな方が、今までの小栗旬のオールナイトニッポンの中で今ナンバーワンに人が集まってると思いますけど、その皆さんは爆笑してくれたので、あのうちは受けは OK です。だけど外のみんなへのね受けはわからないので、メールアドレスはすべて小文字で ogri@allnightnippon.com、 ogri@allnightnippon.com、パンスト一本背負いをコーナーにするか否かの係までね送ってくださいっていうことでよろしくです。ここでお知らせです。月額294円で楽しみ放題の日本放送モバイルサイトでは、今月の新コンテンツとして日本放送のタイムテーブルに登場している小栗旬の最新待ち受け画像を公開中。他にも本番中のスタジオショットなど、ここでしか見られない画像が盛りだくさんです。 i モード、EasyWeb、Yahoo 携帯のそれぞれのトップメニューからメディア、テレビ、ラジオのカテゴリーにアクセスしてください。皆さんのお越しをお待ちしています。小栗旬のオールナイトニッポン。全国36局ネットで放送中、小栗旬のオールナイトニッポン。さあ、ここから今夜のゲストと共にお送りしたいと思います。今夜のゲストはエグザイルのパフォーマーアキラさんです。こんばんは。電気があれば何でもできる。街のホットな情報をお送りする番組情報バラエティオールナイトニッポン、120分フルタイム、君たちに小栗旬君を盛り上げることができるかい。あありがとう。エグザイルアキラです。危ない危ない、今危ない、危うく CM 入るところでしたよ。よろしくお願いします。お願いします。今日はわざわざありがとうございます。どんどんです。これね、あの現場でもちょっと流行ったんですよね、はい、流行りました。アントニオ猪木がね、流行りました ね、 ね、元気ですかーっつってね、元気でしょやってたんですよね。やってましたよ。さあさあさあ、ラジオを聞いている方の中にはこの2人の接点って何だろうと思っている人もいるかもしれませんけども、はいはい、まずはアキラさんのプロフィールと僕らの関係を説明したいと思います。エグザイルのパフォーマーアキラさんは16歳からダンスを始め、地元静岡を中心に各地のダンスクラブイベントに出演、また数多くのアーティストのバックダンサーを務めるなどして活躍。そしてその後2004年にはパフォーマーとしてデビューし、2006年3月には役者としての活動も開始、そして2006年6月にはパフォーマーとしてエグザイルへの加入を果たし、今月28日に公開される映画花より団子ファイナルにも出演し、小栗旬と共演しているというですね、という感じなんですけども、はいはい、6月28日に公開される花より団子ファイナルで共演させていただきましたが、はい、まずはね、その話からちょっとしていけたらと思っているんですけど、はい。